入り口チ,チネチッタはイタリアローマ郊外にある映画撮影所。イタリア語で映画を意味するシネマと都市を意味するチーターを合わせた造語で原義は映画都市。1930年代にイタリアの指導者のベニート・ムッソリーニ投了のもとイタリア初の大規模な映画撮影所として建設された。イタリア最大かつヨーロッパでも有数の映画撮影所であり、 大規模な屋外セットやスタジオ、フィルム編集設備などが備えられている。第二次世界大戦中には連合国軍の空襲を受けて一部が破損したが、戦後は、81、2や、ビアクやなど、1950年代から1960年代にかけてのイタリア映画の前世紀に、多くのイタリア映画のみならず、ベンハーなどのアメリカ映画の大作までもが撮影され、 世界各国にその名を轟かせた。1935年には隣接して、イタリア国立映画学校が設立され、イタリアを代表する数々の有名映画監督を輩出したほか、日本人映画監督の増村ム三がここで学んだことでも知られている。1980年代には、イタリア映画の衰退を受けて収益が悪化し、破産の危機に陥ったが、 国営化されることで危機を乗り切った。なおこの前後にフェデリコ・フェリーニが血ね散ったそのものをテーマにしたドキュメンタリー的映画インテルビスタを制作した。現在はイタリア映画の衰退と高コストから映画撮影に使用される機会こそ減ったものの近くにローマ地下鉄衛線の駅ができ、周辺に新興住宅街やオフィスビル、大規模なショッピングセンター、 チーネッチタ2000ドトゥリーコマーチャーリーが建設されるなど新たな賑わいを見せている。2007年8月には、書内で出荷、約4000平方メートルを焼いた。テレビ番組の収録に使われることも多く、イタリアの主要テレビ、カナーレゴの番組、グランデフラテロでは、毎年収録や中継に、チネチッチタを利用している。なお、撮影所のため団体予約などの例外を除いて、 一般公開はされていなかったが、2011年4月29日から11月30日までの期間限定で初めて一般観光客に向けて公開された。主要スタジオへの立ち入りは不可能だが、展示会場がメイン胸に特設され、ベンハーやクレオパトラ、グラディエーターなどで作成された美術小道具や甘い生活におけるマルチェロマストロヤンニとアニタ。 エクバーグの着用した衣装、戦争と平和において、オードリー・ヘプバーンが着用した衣装、フェリーに直筆の絵コンテや資料類などが展示されている。また、1日時間を数回に区切って、ギャング・オブ・ニューヨークとグラディエーターなどが撮影されたオープンセットのガイド解説による団体見学も行われた。カサノバの女神像頭部、ありがとうございます。